の舞台。頑張ってね、お兄ちゃん。思いついたぞ、七瀬。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。俺はお前に復讐してやるぞ。こんにちは。あいつら兄弟なんかじゃないよ。人の顔色ばっかり伺っておどおどしてイラつくだろう。なんでそんな女と一緒に暮らすの。他人に説明する義務はない。なんで逃げようと思わないの。私のこと憎んでる限りお兄ちゃんは私と一緒にいてくれるから。すごい復讐をお前にしてやるぞ。はい。覗き趣味もあるんだったね、天井裏から。番長さん、あずさちゃんの旦那さんなのに。もうその辺はさ、積極的に麻痺してこうよ。覗かせる女たなんやかんやで巻き込まれた夫婦の悲しくもおかしいある意味ラブファンタジー。お兄ちゃん、乱暴と待機。